歴史的な円高水準が続く中、訪米中のトヨタ自動車の豊田章男社長が、このままでは日本のものづくりが崩壊すると危機感をあらわにしました。今のレベルでの円高があまりに続きますと、本当にこの日本でのですね、このものづくりというものが本当に崩壊が始まってしまうだろうなというふうに思っております。ミシシッピ工場、大変な熱気です。トヨタは円高などを背景に今後現地生産を加速させます。トヨタの北米14番目の生産拠点となるミシシッピ工場が17日本格稼働し、豊田社長が現地を訪れました。ミシシッピ工場では主力車種のカローラのみを生産します。北米で販売するカローラすべてが現地生産となるなど、トヨタは円高の影響を避けるための取り組みを拡大する考えです。